ママお腹減った。いつになったら始まんだよ。俺さ、あと2時間でバイトの時間なんだ。こんちは。おい待てよ、バイラ二人に話がある。行き止まりだな。それでどうする気だ。マニキュアでもしてくれんのか。金はどこだ。あ、おー、良費か。なめた真似しやがって。このままじゃすまねえぞ。いいだろ、やりたき相手してやつ。死ぬって、こいつ一体何の話してるの。てめえ、さっさと、とにかく行け。逃げろ。もたもたすんな、こいつはヤバいぞ。これ衝撃にも強いの。お前ばっかじゃねえの。ほら立てよ、ほら立て。おいねえ、おいレミ。こういう女は好みじゃないかもしれないけどよ、勘弁してくれよな。他に探す暇がなかったんだよ。おお、ボロに決まったぜ。そこは塞がってんだよ。何がおかしいんだ。文句あるか。帽子に飢えてんの。どう、おかしいだろ。ちょっとふざけてみただけさ。わかったかな。じゃあこうしよう。見逃してやるから、この先もう二度とこのコーヒーショップにはその面出すなよ。よく覚えとけ。いいな。おや、誰かと思ったらしょぼたれコンビ。時計だよ、壊れちゃ困るだろ。ちこさよくやったよ。ガチーンとあのでっかいやつに食らわしてた。夜のトンネルレースで勝ったのはおめえ。そうかい。今夜のは大人のレースだ。怪我しねえうちに三輪車で帰りな。ああ、いくらだ。そっちはいくらだ。エレン頼む、話を聞いてくれ。ないで入れてくれよ。ワインもキャンドルも買ってきたんだ。5分でいいから話を聞いてくれ。全部説明する。もうやめとけってエレン。分かってる。これは分かるけど、もう少しなんていうか、あったかい目で見てあげた方がいいんじゃない。辛いのは一緒なんだから。え、了解。2人は返しましょう。 FBI の同僚だった俺とブライスのね。ミスなんてしないやつだったのに。なんだって。ブライス、あれを見てくれ。援護してくれ。テレビドラマはもっとこう普通の連中の話を作りゃいいんだよ。死にゆく老人とか、ガリガリ女の一生とか、肥満体の男なんて番組どうだ。俺なら見るけどな。エキストラ、あとバックグラウンドアーティストだった。もしもし、ママ、パパ、元気？頑張ってるわよ。まだ売れないけど、あいつ絶対ゲイだぜ。はい、してるよ、シティ。オカマ、おい見ろよ。さっさと運べよ、俺。女の口から出てくる賢いものは。あの子役かわいいな。どうだパパ、みんな家族なんだからいいじゃないか。今のは冗談だろ。なぜ弁護なんか。呆れたよ、彼は悪の象徴なのに。
リンカーンのつもりかい？あの男が女性や子供を殺したのは明らかなんだよ。これが見込み客の情報カードだ。このカード全部にチャンスがある。いいな、いい客になる。この連中は株を買う。電話してうちの会社を売り込むのが仕事だ。お前はまだ株は売れないが夢なら売れる。一月したらおすすめの銘柄について上司が電話するという。平均的クライアントは中西部の45歳、年収15万の総資産100万ドル。馴染みのブローカーもいるが、いかにもやり手って口調で話すニューヨーカーも大好きだ。わかるな。具体的なことは何も書いてない。名前と住所と職業だけ勘が頼りだ。例えばピーター・デイビス、パークテレコミュニケーションズ副社長。きっとこのどんな奴からも契約取ってみせるぜ。護衛していた相手はどこにいるのかと聞かれたんで、そのクライアントは避難させたと答えた。それが誰かは極秘なので教えられないと。事件の目撃者だと言われたが、銃撃の前に避難させたから目撃はしていない。叱って嘘はついていないと答えた。なかなか独創的な案だ。子供を産ませるための静かな場所が必要だ。よく殺されずに帰ってきたな。予防警備だ。独創的な案だな。どうした？子供を取り返したい。考え方が違うと。結果が出ました。凶器はスミス&ウェストンの38です。それともう一つ、昨日エリーが、サインがここに。地元の作家で、うちの期待の新人なんで。フェインチさん、ここでのあなたの話は決して外部には漏らさないし、すぐにそれを結論に結びつけるほど我々警察は短絡的じゃありません。判事に大至急、家宅捜索の令状を取ります。リッチ、ビッグス判事に電話だ。ランディの部屋を捜索する。いや、まずいですよ、それは違反になる。勇み足は困ります。捜査令状を持たないと。バーバラは最高の女性だ。君と俺があったって知ったら父は心臓発作を起こす。君のお父さんと親しかったらしい。父はガンなんだ。肺がんだ。タバコが好きで。マウントエアに行ったことはあるか？今信じられない状態になってる。あれじゃまるでゴーストタウンだ。なんとかしないと。もし児童センターがあれば有益だと思うんだ。無料の託児施設を設けたり、子供たちに勉強を教えたり、何でもやって、もう一度町の住人たちにチャンスを与えたい。いくつか計画案を練ったし、良さそうな場所も見つけてある。おい、どうした？泣くなよ。この件は二人で散々話し合ったじゃないか。結局あれから事態は少しも変わってない。今は仕事に追われてて、女性と真剣に付き合うってことができない状態なんだよ。わかるだろ？家にまで仕事を持ち帰ってるし、自分のことだけでいっぱいいっぱいさ。こんなの君にはふさわしくないって。君を苦しめるだけだ。もちろん楽しい時もあった。君だってそうだろ？抱き合ってキスして。電話する。と言っても電話は鳴らないだろうよ。ただ遊んでただけだ。ただ遊んでただけだ。あの二人は2、30年代に荒稼ぎした銀行強盗だ。事件に関する当時の記録を集めてメインに見せ、散弾銃を持ち変装して次々銀行を襲ってるんだ。罪もない人々を何人も撃ってる。確か逃走用の車を運転してた女がジャスミンで。ジャスミン、傷を負ったまま二人に置き去りにされて結局死んだ。気持ちはわかるよ。君は彼らに騙されてたんだ。ベッドを出たのはこのためだ。おいおい、俺見ろよ。俺に刺さってる。みんな見ろ、俺に刺さってるな。見ろよ、すごく痛くなってきた。誰か医者を呼んでくれるかな。おい、みんな。まずいよな、あんな言い方しちゃ。もっと大事にすべきだってことです。うんといい女だから。ええ、だってあなたは自分の女房すら知っちゃいない。シャーキーです。そんなとこです。このにやけ癖はカレンのせいです。ああ、なるほど。何でもそれで解決するんだ。警部が部会に出てる火曜の夜、カレンが何してるか知ってます？うんと羽を伸ばしてますよ。どうかしてるぜ。歯が折れちゃって。クソ暴君め。ジリー、ジェイが大丈夫。ジェイは生きてる。連絡が取れて居場所が分かった。ああ、救出部隊を出す。$3.85、$16.15のお返しです。どうも。実は奥に店に出してないファッション誌があるんだけど。そうですか。いえ、今月号のイタリア版ボークもあるんだけどな。
昨日の夜は顧客のイベントに出席してた。 MC エクセレンス、去年大物を買ってくれてね。19カラットのダイヤで素晴らしい商品だった。ああ、この部屋で話そう。15人から20人の人間が証明してくれるよ。顧客だ。それは彼女だけじゃない。話し合いはしてた。ラッパー相手の商売は銀行みたいにはいかない。年中無休。まあだいたい40万ドル。数点は返品してもらい、あとは宣伝を頼んで丸く収めた。訴えると脅したことはあるが、マスコミの餌食になるからやめてと彼女に泣きつかれて考え直した。いや先生、あんたの奥さん今夜はまた一段と色っぽいね。たまんないぜ、まったく。なんてね。これ見てくれ。ああ、噛まれたんだ。言ってもきっと信じてもらえないと思う。とにかく消毒か何か。どうする、縫うのかい。ひでえ話だ。治療法は。だけど俺はイラクへなんか行ってないぜ。サンディ・コームス、39歳、白人男性。見た目はバンドのローディー風。保険は入ってなさそうだ。犯罪歴は俺のあそこより長い。アイダは胴体に38口径が3発。サンディは9ミリオートマチック。所有者不明。薬莢が落ちてた。3個あって指紋が一部ついてるが不鮮明。機械は動いてるがテープがない。さあな、ビビって逃げたんだろ。何やってる。俺酒か。あんたはダメ。2年に言わせた罪で逮捕だ。両手は頭、足を開け。振り切るんだ、急げ。至急応援を頼む。襲撃されてる。おい、今のなんだよ。なんだあれ、バズーカじゃないか。そんな話聞いてないぞ。おい、急げんだ。俺だよ、こう来なくちゃ。空からの援護だ。俺マジでヤバい。どうもこんばんは。止められた理由わかります？信号無視です。シートベルトもしてない。車から降りてもらえますか。これは、これはダックだろう。柄じゃないもの持って。どんどん追い詰められるな。どんどんだ。なんだ、そっくりだ。お前だな。ああ、よく取れてる。